第二次、補正予算の提出を麻生総理あるいは与党が見送りを決めたわけです、まあ、しかし、10月30日の時あるいは第一次補正が通過した後年末が心配だということを含めてですね、スピーディーに経済対策、景気対策をやろうと言われていた同じ、総理がですね、今度は年末は第一次補正でもいいんだと、1月に、第二次補正を出せばそれで間に合うんだと、まあ、こういうことを言われているのも本当に信じられません。まあ、年末一番心配なのはやはり、中小企業の倒産、さらにはリストラによる雇用不安で、雇用不安は今回の厚生省のテロとの関係は分かりませんが、少なくともつい先だっての秋葉原の無差別殺人などの背景に、多くの雇用不安というものが背景にあるということは間違いないわけでありまして、特に寮で、派遣とか請負いで仕事をして寮で生活をしている人が仕事がなくなると同時に住む場所もなくなるというですね、そういった事態がこの年末にさらに広がってくることを何としてもですね、そうならないようにしなければならないと思っております。まあ、あと政府与党が第二次補正を先送りして1月に回すという事態の中で、まあ、残念ながら野党には予算を出す権限は与えられておりませんが、少なくとも雇用問題あるいは中小企業の金融の問題などを中心に経済対策、景気対策の緊急の必要な政策を法律にまとめて、延長そのものには私たち必ずしも賛成はしておりませんが、延長された場合にはですね、本来二次補正を議論すべき、時間でありますので、それに代わって我が党が、景気対策、経済対策、雇用対策の法案を出していく準備を、まあ、昨日私も NC に出ましたが、進めていただいております。特に雇用に関しては昨日改めて非正規雇用対策 PT というのが細川律夫座長の下で、まあ、これまでのいろいろな労働関係を、まあ、合わせてですねスタートいたしておりまして、細川さんともですね、この年末にかけての最も重大課題がやはりこの問題だろうということで、先ほども話を電話でしたところであります。そこに向かってしっかりとした対策を打ち出していきたいと、このように考えております。